たたたたたた、ルキリーのバナナ痛いだぷー。早いな。こん猫。皆様こんばんは、黒い猫でーす。カイザクさんこんばんだぷー。いらっしゃいだぷー。今日は、レッドウルフの昨日教えてもらったルート確認に行くだぷー。ちゃんと覚えてるだぷー。任せろぷー。ということで、レッドウルフやりに行きまーす。さらりと。さらりとやるだぷー。ちかさん、こう猫、こう猫いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日はちゃんと昨日教えてもらったルート覚えてるだぷー。どやっていうのをやります。マグおじさん、こんばんはいらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。カイザクさん、タカコさん、タカコさん、聞いて聞いて、なーに？どうしたの？なにどうしたの？鈴いっぱい出たってなんかギルジャで見たよ。何？私はガクツムをやりに行くだぷ。今日鈴23個出た。え、何時間で？すごいな。まさか23時間やったとか言わないよね。これはすごい。よく頑張りました。え、1日で23個すごいな。え、ウィークリーありで？じゃなくてドロップだけ？だとしたらすごいな。そうだ、ドロップを、ほにゃららするのにお金がいっぱいいるんだよね。セレンディアの倉庫から、いくら出せばいい？ 50 メガだっけ？ 50 メガ出しておくだぷ？カイザクさん、ギルミ4回分。ギルミ4回分？4回ってどんぐらい？ドロだけ、ドロップだけで23個すごいな。何時間ぐらい？何時間ぐらいやってましたか？4時間ぐらい？そんなでもない？ 2、3時間って感じ？どういうこと？ 1070×4。4000体？え、じゃあ2時間ぐらいかな？ 2、3時間ってとこ？マジで？え？それバグってない？出ませんか？ずるいだぷー。何それ？通常の10倍ぐらい出てるね。そろしやー。どういうこと？どういうこと？それどういうこと？何が起こっているのか？え、じゃあ、その勢いで、赤いやつもいっぱい出るかな。今日は予想しよう。マグおじさん、悪魔に魂でも売ったのかね。明日死ぬかもよ。カイザクさん、あまりに出るから、つい馬刺しばっかやってた。馬刺し？あ、ロナロスばっかりやってたってこと？すごいな。出すぎだぷ。その反動が明日来るよ。多分、5時間ぐらいやっても1個も出ないとかなるよ。知らんけど。今ならオイラの魂がなんと半額。え、じゃあ買っちゃおうかな。え、カイザクさんの魂買うとなんかいいことあるだぷ？なんかいいことあるだぷ？マクオチさん、スーパーの閉店間際なみね、半額シール貼られちゃう。カイザクさんの魂、美味しいのかな。刺身で食べられますか。どうなんでしょう。さあ、今日はね、なんだっけあれ、赤いやつ、これレッドウルフの誓い、赤いやつ、こいつを狙っていくだぶ。カイザクさん、今ならもう一つお付けしてお値段据え置き。なんかどこぞのテレビ通販みたいになってますけど大丈夫？マグおじさん、調理はあやさんにお願いし、あ、そうだね。姉さんだったらきっと美味しく調理してくれる。
煮るのか焼くのか茹でるのかよくわかりませんけど、揚げるのかな。カイザックさんの魂揚げ、あやか風、いいね。甘辛ダレをかけてからりと揚げて美味しくいただきましょう。カイザクさん、魂は1個じゃないのかってツッコミ待ちなんだけど。え、いっぱいあるんでしょどうせいっぱいあるんでしょ。はぁ、7個くらいありそう。ねえ。いっぱいありそうだよ。カイザクさんの魂は1個じゃない。まあまあ、そんな感じで美味しくいただきましょう。みんなでね。とりあえずドベンクルンまで行って、そこから走るか？どこだっけ？レッドウルフ、ここか。馬車はドベンクルンに止める。英文警戒所、ここでもいいのか。でも一旦ドベンクルまで貿易しに行く。カイザクさん、じゃあ悪魔に半分くらい売ってもいいや。いいんかい。いいんかい。明日死ぬかもよ。23個でもすごいな。何悪いことした。これはなんか悪いことをしないと出ないぞ、そんなに。ずるいだぷー。なんかずるいだぷー。7つもあるんでしょ。じゃあ 3.5 個売るってこと。天狗ってどういうあれ？天狗が気になります。天狗が気になります。どういうあれですかね。3つ半です。どういうこと。よくわかりませんが。ロシュラじゃなくてレッドウルフのところで、バラク農場のこの辺にデイリーがあったよね。あとレイブン警戒所の下のこの辺りにもデイリーあったよね。覚えてるよ。で、この辺からスタートしてなんかぐるっと回る感じのルートだった。どうや、ちゃんと覚えてるやろ。マグおじさん、CM 明け、はい、ありがとうございます。カイザクさん、ステージ3の1で無限増殖すればいい。マリオ？スーパーマリオですか、それ。マグおじさん、1個残しとけば増えるシステム。マリオかな。違ったらごめん。カイザクさん、そこら辺山ほどある。え、何が？カイザクさんの魂がいっぱい取れんの。はい、スーパーマリオです。なるほど。スーパーマリオね、私下手くそすぎてダメなんですよ。一面はなんとかクリアしたことある。二面？三面？なんかさ、水の中泳いでくやつがクリアできなくて、えいってなった。孫おじさん、魂採集。魂を集めるゲーム。カイザックさんの魂を集めるゲーム。なんか面白そうだよ。カイザックさん、クエの話。あ、さっきので、デイリー？そうそう、デイリー。一面？
一面、そう、あのスーパーマリオの一番最初のやつはなんとかクリアできる。二面はどんなんだっけ。三面が多分、三面面っていうの、なんつうのステージ1、ステージ2かな。ステージ3がもうダメだった。確か。3番目がなんか水の中じゃなかったっけ？あれがもうダメだって、私。下手くそすぎて。マグおじさん、いっぱい取れたらおすわけしてね。はーい。ぜひ、からりとあげてみんなでいただきましょう。それ1の3だ。1の3か。何？ 1 の3ってことは？2の1とかもあんの？一面すらクリアになっとらんですよ。え、そうなの？まあいいや。スーパーマリオ難しいから嫌い。はい。さて、なんだっけ？あ、まおちゃおさん。新規フォロワーさん来ていただきました。ありがとうございます。そして目標の310人目のフォロワーさんです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。作家承認のところに行く。今日は、ガクツム、赤いやつ狙いに行きます。マグおじさん、パチパチパチありがとうございます。やったー、310人目のフォロワーさん来ていただいたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。MP ポーション。MP ポーション。超。これを買う。パチパチパチありがとうございます。200個ぐらい買っておこうか。で、戦闘装備にする。で、まずは、マラク農場の、この辺？デイリーを受けに行きまーす。衣装は今日は、どうしようかな。今日はちょっと、いつもと違うのにしよう。ナイトキャッツアーマー。これだ。猫アーマーで行こう。エヴァンゲリオン風のカラーリングにしてあります。こんな感じネタに走ってます。はい、エヴァンゲリオン風のカラーリングで、なんかあのなんとかレンジャーみたいなナイトキャッツ衣装です。はい、まおちゃおさん、あ、コメントありがとうございます。黒猫スタンプ早速使っていただきました。これからもよろしくお願いします。カイザクさん、よし、今フォロワー外してフォロワーし直すと112名。うん、そういうことはやめてね。カイザクさん、緑のラインがないだぷ。緑のラインがないから、この頭のリボンで、なんかそれっぽくしてるだぷ。このカラーリングはなんとなくエヴァンゲリオンっぽいだぷ。まごおじさん、ナスに見えた。言われてみればそれっぽいかも。ナスっぽいですね、確かに。ナスビだぷ。ちょっとこの、なんか、つるんとした感じが気に入っております。はい。カイザクさん、おナスはお野菜。そうですね。ボンバーズでは、寝るときの挨拶は、おなすび野菜ですよ。流行らせたい。おなすび野菜。なかなか流行んないけどな。そう、サイコロ。まあ、そう。お、ゾロ目だ。ゾロ目来たー。もう一回。3。123。はい、ありがとうございます。ここに、なんかある。あれ？か？なんかデイリーがある。上にもある。
え、どうやって行くんだ？行けんのか、ここから。えい。え、あいつもそうだ。あれ？あれ、どいつだ？こいつか。出て。マクオジさん、ゴール間際になるとなぜかゾロ目が出る。あ、わかる。わかる。ここで出なくても、みたいな、あるよね。えい。えい。デイリー。デイリーはもうないか？三つだけ？したら次は、レイブン警戒所の下のとこ。ここは三つだけか？あ、なんか上の方にあるね。なんかあったぞ。どうやって上がる？この上。あっちの上の方にもなんかクエストが見えた。上にもっといっぱいあるはず。なんか上にいっぱいあったね。これ合ってる？こっから登るの。なんか、あったあったあった。あったあった。はい。あいつだ。これで全部かな。反対側にもあった気が、え、マジで？反対側？あっち？なんか、それっぽいの見えないけど、上の方。白龍さん、昨日のルート覚えてるかにゃー？うん、覚えてるだにゃー。任せろにゃー。えい。任せろにゃー。ちょっと上の方行ってみるか。あるかな、クエスト。ルキリン、そういや、今日だけパール商店からシルバーでクロン買えるから買っておくので、え、マジで？おすすめシルバー商品。これか。購入する。何個買えるの？一個だけ。はい。買っておきましょう。みんなも買っておこうね。今日だけだって。え、これ、どうやって上行くの？あら、上がれる？あれ？えいえい。どうやって上がるの？内側から上がれるか。こっち側、クエストあるか？もっと上？なさげですけど、ないと思われ。ないと思われる。なさげ。大作さん、今日は実技試験ですね。そうです。拡大してみると意外とエヴァだった。意外とエヴァでしょ。ちかさん、ルート間違えたら恥ずかしいセリフ、わかりました。はいざくさん、一回だけのクエだったかも。なるほど。ルート間違えるに、一ルキノコ。なんだそれ。ルキノコ、どうすんの？ん？なんか、信号地点に登って信号を送る。なんだこれ。兵士に会う。なんだこれ。なんだ。なんか一個クエ終わった。よくわからんが。こっちの方のクエストを受けに行こう。
あ、姫様、プニュリンパー来ていただいてありがとうブー。今日はね、昨日教えてもらったルートちゃんと覚えてるか。試験だプ。ちゃんと覚えてるだどやってやる日だにゃ。タクリュウさん、豆苗みたいに生えてくるじゃろ？水につけとくと生えてくるやつ？豆苗はいいよね。姫様、迷子になるの見に来たプニ、ま、ならないもん。迷子配信プニ、うん、違う違う。ちゃんと覚えてるぞ、ドヤっていう配信です。ドヤ顔で、ガクツムの仮ルートをちゃんとご紹介するプニ。昨日教えてもらったとこ。マグオチさん、迷子になるの前提なんだ。うん、前提じゃない。マップで確認したら全部で繰り返し9、プラス、週間1。あ、いっぱいあるんだね。さあ、この辺から、この辺から、あそこに1個いた。あ、ここにもいた。ここだ。昨日受けたやつ、これだ。デイリーがいっぱいあるだぷ。えい。えいえい。邪魔。あとは上の方にあった。えい。うん。あとはこいつ。こんなもんかな？クエストくれそうな人は、クエストくれそうな人は、こんなもんですね。はい。じゃあ、早速、狩りに行きましょう。えい。ワンコ出して、ほんで、邪魔。テントの、なんか、ドロップアップのバフを、買うだぷ？これ？これがそう？アイテム獲得 50%。よし。こいつを回収しといて、ほんで、そんで、なんかこの辺は、経験値アップ、使っておきましょう。あと、アイテム獲得、あ、生活じゃない、違う。こっち。こいつを一段階オン。姫様、ギルメイア視聴者、みんな心から信じてないと思うプニ、ひどいだぷ。ハイザクさん、あ、ここだ、いっぱいあるとこ。姫様、そうそう、もちろん、やじ飛ばし OK じゃろ？うん、それは OK。黒とそれ忘れないようにプニ、了解だぷ。アイテムスクはいつも一段階。そう、いつも一段階です。シュナさん、こん猫いらっしゃいだぷ。今日はガクツム頑張るだぷ。奥様耳寄りな美味しい話があるぷに。なんとある社だと泥、あ、痛い。バナナが痛いだぷ。なんとある社だとドロップ確率さらに 50% アップぷに。あれスタート地点どこだっけあれちょっと待って。スタート地点は、もっとこっちだね。あれどこだっけこの辺。ここだ。この辺。この辺だよね。この辺。ここ。この辺がスタート地点。スタート地点、ここです。合ってるよね。で、地図で、ここ。あれここ。えい。あーん。この辺からスタートです。
この辺からスタートです。この辺からスタートです。だいたいこの辺です。シュナちゃん聞いて、シュナちゃんのおかげでストレートで首4になったプリオ、すご !4 おめでとう、おめでとうございます。シュナちゃんをあがめよプリー、さすがだぷー。それでは実地試験開始です。はーい。開始です。カイザクさん、怖いお兄さんお姉さんもいっぱい来ますけどね。ああ、あるじゃね。怖いよね。そうだぷー。あるじゃは怖いだぷー。タクリューさん、ははー。ははー。シュナ様、ははー。あれ習慣受けた？ウィークリーはね、あれです。この間、ナバンで、緑のやつ受けちゃったから、終わりだぷ。あ、そうだ、予想をやろう。どうしようかね。予想。22時30分までに赤いの出る？出る出ない。5分間で予想開始だぶー。赤いの出るか出ないか。昨日教えてもらったルートで、何周かするだぷ。ルートを間違える間違えないから書けない。赤いの出るか出ないかでいきます。ドキドキ感がたまらないぷに、わらわド M かもぷに。姫様ド M かもぷに。あ、シャルトリューズさん、子猫いらっしゃい。来ていただいてありがとうぷー。今日はね、昨日イレネッチに教えてもらったルートちゃんと覚えてるか。実地試験だぷ。今のところ合ってるはずだぷ。そっちの賭けか。そうそうそう。そっちの賭けだぷ。こっちだ。こう。で、ここを、こう。で、こう。ほら、ちゃんと覚えてるよ。ちゃんと覚えてるだぷ。海賊さん、減点 0.5 ポイント。え、なんで？なんでよ。なんでよ。ちゃんとルート通り来てる。一旦停止しなかったね。何言ってんのかな？えい。んで、戻るだぷー。えい。あ、なんか悪夢ヘルムが出た。悪夢ヘルムって昨日か、海賊さんじゃないや。カクリューさんがガーモスから出してたやつじゃない？悪夢のヘルムって言ってた。孫おじさん、共感厳しいよ。ねえ、厳しすぎますよね。歩行者注意ですよ。はーい。イレンさん、まあ、来ていただいてありがとうぷー。昨日のルートちゃんと覚えてたよ。昨日教えてもらったルートちゃんと覚えてただぷー。猫ちゃんと覚えてたぷ？えい。海賊さん、免許の路上試験の時、ゴール手前の信号でエンストしたの思い出すな。イレネチパチパチパチ、ありがとうございます。ちゃんと覚えてるだぷ。こいつらをやって、いたたたた、イレネチのバナナ痛いだぷ。こいつらをやって、階段登るだぷ？えい。あ、こいつらを早くしておきましょう。黄色ぐらいでいいか。ちかさん。
そんなに早く回ってこれたっけ？ちゃんと合ってるかな？合ってるだぷ。そこ踏切一時停止。2周までは大丈夫。どういうこと？どういうこと？ どういうこと？マグおじさん、ここ自分もよく回ってる。あ、そうなんだ。割とみんなじゃあ、定番のルートなのかな。昨日ね、イレネッチにおし、おし、あ、廃墟の瞳リング出たー。廃墟の瞳。廃墟の瞳リングが出ました。やったー。姫様、すごー。ハイザクさん、試験コースですからね。マコおじさん、幸先。でもね、欲しいのは赤いやつなんだ。欲しいのは赤いやつなんだ。拍手ありがとうございます。欲しいのは赤いやつなんだ。これじゃないんだよ。昨日も出てなかったアプリ。そうそう、昨日も出た。昨日も1個出ましたね。幸先良いですな。まおちゃおさん、うまい。ありがとうございます。えへへ、うまいって言われちゃったよ。えへへ。1億プニよね。1億プニ、どういうこと？ S 字とか、縦列駐車もあるかな。そんなことないだぷ。赤いのは性能が3倍ですから。どういうこと？ どういうこと？赤いやつ、あれだよ。無限ポットの、100個集めるやつだよ。海さん、砂漠落ちた。大丈夫？ 大丈夫かぷ？なんか最近落ちたっていう人多いよね。ルキリ、うまいは多分廃墟出てうまいってことだと思うよ、ボス。あ、そういうことか。おいしい、おいしいってことね。そうそう。指輪が出ておいしいだぷ。ありがたや、ありがたや。で、私が欲しいのは、無限ポット素材なんだ。なんかこのちょろちょろ出てくるの邪魔だな。えい。なんかこのちょろちょろ出てくるの邪魔だね。ガクツムシンとかがガクツム馬車3台分ぐらい出てた。どういうこと？何それ？ガクツム、ん？ガクツムシーンとか、指輪？瞳リング今1億じゃない？瞳リング。うん。91メガだった。なかなか美味しいラップ。カイザクさん、タカコさん、質問いいですか？はい、何でしょう？ペアトリューズさん、最近クライアント不安定。ねえ、なんか結構落ちてる人多いよね。カイザクさん、最近うちの猫が尻尾でペチペチしてきます。どうしたらいいですか？それ幸せだからいいじゃん。ほっとこうよ。ペチペチされて嬉しかろ？ガクツムリングばっかで出る感じっぷり。ガクツムリングは嬉しくないよね、あれ。取引所出してても売れないしね、一向に。あれは嬉しくないだぷ。あれ、どうしたらいいだぷ？ガクツムリングって。なんかやたら出るんだけど、ガーモスとか言ってると。あれ、処分に困るだぷ。どうしたらいいだぷ？セリフ用意してたのにチェ。しっかり覚えてるだぷ。タカコだってやればできるだぷ。評価する。ガクツムリングを？叩いてどうすんの？あ、アグニート先生、いらっしゃい。来ていただいてありがとぷ。今日はね、レッドウルフやってます。ここはなかなか、すぐ飽きちゃうけど、頑張るだぷ。赤いやつを
出すのだよ。ということで、教えてもらったルートはちゃんと覚えてたよっていうことを証明できたので、もうあとは好きに勝っていいカップ。あっちの方行くぞ。もう好きに狩る。あれどこまで行った？姫様 D 上がるクエかなんかで青アクセ納品あるはずプリ。おほう？エモリアとかも困るよね。燃やせないし。そうそうそう。エモリアはさ、売れないし、どうしてくれよって感じよね。冒険。あ、ここ違うやつだった。冒険。新さんとかになったらサブに到着させる。あ、なるほど。3にするのか。そういう使い道があるのね。あ、そうそう。今日ロナロスも10個出た。カイザクさん明日死ぬんじゃないの？大丈夫？一応モンスター、ん？追加攻撃ある。おほう。おい、コース逸脱しだしたぞ。うん。もう自由にやらしてくれ。自由にやらしてくれ。孫おじさん、目の前にいるの全員殺せばいいんですよね。そうだよね。そういうことだよね。楽しくやろう、楽しく。チャルトリューズさん、ウィッチだと、横着かまして遠距離からバーンってやっちゃうからルートぐちゃぐちゃにしちゃうんだよな。そう、ルート通りに狩るのは面白くないだぷー。火にやらせろだぷー。わーい。ルートなんて知らんだぷー。わーい。猫は自由だぷー。イエーイ。自由に狩るだぷー。カイザクさん、今、タカコさんのいるチャンネル行くと、漏れなく殺されるぞ。うん、殺されるの、私の方だぷ。目の前行ったらやれるの。マコミさん、エヴァぼっとした。あ、カプラス出た、やった。たかこ、目の前にいる存在はすべて殺す。白点は無視。でも誰もいないから好きにやらせろだぷ。やらせろだぷ。好きにやらせろだぷ。死ね。でもここはあれだね。柔らかいから。一撃でやれるので楽しいだぷ。適当にやっても全然楽しいだぷ。こんな決まったルート通りにやるなんて猫には無理だぷ。いいにやらせろぷ。馬車もルート通るなよ。ん？馬車は、自動ルートだから、勝手に走ってるだぷ。この上にもなんかいる。このさ、マント着てるやつが出すのよね。赤いの。そういえば、予想どうなったかな？出るが5名様。出ないが1名様。ということで、ほとんどの方が出る予想です。出なかったらどうしよう。でも結局ここに戻ってくるな、ぷー。近い出たよ。まだ？どういうこと？近い？警戒。今、レッドウルフの村に近づくな。いや、大丈夫。怖くない。大丈夫よ。タカ子は、誰かをやれるほど強くはない。
だってレッドウルフだよここ誰でもやれるレッドウルフ楽しいだぷー。2個目出たよまだ。え、どういうこと海賊さん、え、何やってんの、死ぬよ明日、大丈夫、大丈夫ですか、明日死ぬよあんまり出すと。ほどほどにしてくださいな。あ、ナキさん、こんばんはだぷー。いらっしゃいだぷー。今日はレッドウルフで、無限ポートの素材集めです。昨日ルート教えてもらって、覚えてるか確認したけど、ちゃんと教えてもらったルート通りに回ることができたので、今もう、勝手にやる時間だぷ。もうルート通りにやるのはつまんないだぷ。目の前の敵全部やるモード。こっちだ。マント着てるやつを、虐殺。カイザクさん、違うチャンネルでやってるだけだぷ。あ、何？カイザクさんもガクツムやってんの？え、もう2個出たってこと？ずるくね？キルゼルオール。うん、全部やれってことね。了解。もう、目に入った敵は全員やる。その方が楽しいよね。なんか決まったルートでやるのも別に出ませんけど。楽しくやるだぷー。えい。あれ？なんか押すの間違った。えい。海賊さん、覚えてたけどルート無視していくスタイルな高子さん、ただいま暴走モード中な配信です。はい、ありがとうございます。かくれさん、エヴァ暴走モード。はい、エヴァ暴走してます。高子ちゃん、怖い分に。え、怖くない、怖くない。怖くないよー。怖くないよー。釣られてやってきた。海賊さん別チャンネルでやってんのか。そうそう、楽しいだぷ。ガクツン、バンパンでやれるからストレス解消にいいかもだぷ。えい、えい。なんかさ、強いところだと痛いじゃん？やられてえーんってなるけど、ここだと、なんか、一方的にやれるじゃん。あ、ガクツムリング出た。いらないやつ。いらないやつ出た。えい。えい、死ね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 。マグおじさん、ドロップ吸われてる。あ、なんか、チカさんがいる。命だけは、命だけはって言ってる。何言ってんの？チカさん見守り隊に来たよ。命だけはって言ってるけど。同じチャンネルだとタカコさんに殺されるし、殺さないってばよ。殺さないってばよ。え、よいしょ。あ、人がいる。人がいるよ。人がいる。誰かいる。誰かいる。誰かがいる。誰かがいる。誰かいるだぷー。もしかして視聴者さんかな？えーんってなるたかこさん、かわいい。うん、えーんってならない、今日は。今日はならない。ご挨拶したけど、スルーされたぷに、出家するぷに、姉さんいらっしゃいだぷー。今日は、ガクツムで大暴れの巻だぷー。たかこちゃん、怖いぷに、怖くない。ペロちゃん。まさきさん、いらっしゃい。黒い猫さん、皆さん、こんばんは。来ていただいてありがとうぷー。じゃあ、ガクツムで大暴れの巻だぷー。誰かがいる。これはあれか？もう、個人狩り場行った方がいい感じかぷー。
白点が見えるから個人狩り場行っちゃおうか。ペロちゃんチュチュ姫様がチューしてる。ペロ姉さん最近ほらなんか違うゲームやってるし、なんかホテル作ってたし、何建設系のなんかやってんの今度は。よくわからんけど立派なホテルが建ってたよ。キーケープに、なんか白点見えたけど、なんかうろうろしてる風でしたね。どう？お散歩かな？よくわからんだぷ。もうとにかく、目に映る敵全殺しだぷ。全殺し。あははははは。あははははは。おーほほほほほほほ。でも結局昨日教えてもらったルート通りに勝ってるぷ。勝ってるぷ。えい。えい。死ね死ね死ね。赤いの出せ。赤いの出せ。出ないんだけどな。赤いやつ。私、え、マグおじさん近くにいたの？マグおじさん？あれ？なんか白点が見えたのはマグおじさんでしたか？カイザクさん、中の人も暴走しだしたプリン。ほーほほほほ。ほほほほほ。死ね死ね死ねー。はははは。見えなくなった。なんかもう適当狩りをしてるので。適当です。もう、あちこち行きます。くしゃみ出ちゃった。失礼しました。あれ？こっちは、違う。戻ろう。狂気な笑い声。そんなことないだぷ。中の人は正気です。正気正気。全然正気。まさきさん、CM 明けありがとうございます。たかこさんの暴走って、白鳥玲子とムスカ入るんだ。え、どういうこと？人がゴミのようだ。あはははは。あはははは。ムスカ大佐だ。はあはあははあ。わらわら、犬プニ？犬？うん。ガクツムだから犬だね。ワンコ大虐殺中です。あ、亡霊のオーラだって。なんだこれ。なんか良さげなやつが出た。パターン青。人です。はい、人です。そうですよ。正気なのか、うん、正気です。おー、リアルでさ、おーほほほっていう人見たことないよね。おめでとう。ガクツムはレッドウルフだよ。ん？西岡すみこだよ。みたいな言い方しちゃったね。ガクツムはレッドウルフだよ。今のタカコさんのようにね、マンシャをしばくの。おほほほほほ。やってやりますわ。おほほほほほほ。鎧と、ん？星鎧と星覚醒武器に使えるプニ、オーラ。あ、さっきのオーラ？これ？いいやつ？亡霊のオーラ。もしかしていいやつ？でもこれじゃないんで、私が欲しいのは。私が欲しいのはこれじゃないんだ。赤いのばっかり拾っておめえ。赤いのなんだけど、これじゃないんだな。ちょっと違うんだ。赤いけど、これじゃないんですよ。
孫おじさん、狙ってないものが落ちる。姫様、そうそう。ねえ、狙ってないやつが出る。どういうこと？狙うとなかなか出ないかも。テント効果出てるっぽいプリン。あ、5000万の？ 5000 万だっけ？なかなかお高いなぁとは思ったけど、使うだけのことは、効果はあるって感じね。イリネさん、プニプニ。これが物欲センサーだ。そういうこと？いや、はい。なんかいいもの出たっぽいですけど、私が欲しいのはそれじゃないんだ。あ、マグおじさん。マグおじさん。あれ？キャラが見えない。この、ん？えい。誘っちゃう。一緒にやろう。えいえい。亡霊のオーラってブラスター製作用じゃなかった？わからん。リングで元取れてるプリン。あ、そっか。廃墟の瞳リングが出たからもう元は取れてるってことね。赤プラス出た、やったー。えい、こいつ強いやつ。こいつ強いやつ。でもいいもの出さない。しょぼいやつ。強いくせに、何も出さねえ。嫌いだ。何も出さないやつは嫌いだ。タカコさんが出ない代わりに他の人が出るバフかかってるプニン。そうだプニン。そうなんだよ。だいたいね、お手伝いに来ていただいて、来ていただいた人が持っていくパターンが多いでございます。だいたいそんなもんよね。マグおじさんの運を吸い取る気ですよ、この。いや、一緒に楽しくやりましょう。鎧と覚醒武器プニン。覚醒武器と鎧が作れる。ブラックスターの？そっか。でもな、今作る気ないからな。あれって売れるんだっけ？売れないだぷー。高く売れたら売るのにな。売り物にならんのか。じゃあどうしようもない。高く売れればいいのにな。防具。ん？防具？亡霊のオーラはメイン武器以外のブラックスター装備に使うやつアップ。いる？それ。だから違うチャンネルで来たのに出たっぷり。そっち出たんかい。ちかさん、上の広場は人いるから。ほほ？上の広場は人いる。じゃあ上行かないようにするだぷ。本当にこの辺でやってるだぷ。孫おじさん売れないよね。ねえ、売れたらいいのにね。ルキリン、取引所には売れないけど NPC には30メガで売れるよ、亡霊のオーラ。売った方がいい？なんか、売らない方がいいような気がするだぷ。亡霊のオーラ、いつの間にか倉庫の肥やしになってます。そうよね。多分、亡霊のオーラだけじゃないんでしょ、必要な材料。ドラクだけど。どうせあれでしょ？こいつもっと早くしとこう。どうせもっとめんどくさいんでしょ？いろんな材料がいっぱい必要でさ、あれも集めろ、これも集めろって言われるんでしょ？どうせ、知ってるわよ。まごちさん、オーディリッタ倉庫に放り込んである。え、みんな結構溜め込んでんな。亀裂の残響と、あとなんだっけ？なんか、めんどくさい材料がいっぱい必要だぷ。あ、チカリンチョがいた。チカリンチョも一緒にやるだぷ。えい。
カイザクさん、オイラも7つくらいある。結構みんな持ってんな。ボス、加熱素材、パンとオーラと、それかな、プリン。なんかさ、めんどくさそうよね。なんか作れと言われても。ブラックスター、複製武器とか作った方がいいかな。どうなんだろう。アクリさん、亡霊のオーラなんて39個貯めてる。さすがだぷー。これ、売れたらいいのにね。取引所に出せたらいいのにな。喉から手が欲しい。あれ？喉から手が出るほど欲しい人っているでしょう ね。まさきさん、俺もブラックスター装備はまだ作る気ないから倉庫に眠ってる。そうか、意外とみんな持ってるな。ボス装備そんなに持ってないよ。そうか、ボス V カプラス6段分に改良すればなるし、つなぎには良いプニ。ここ作れるなら作っていいと思うよ。一応モブに対するダメージ増加つくから。ここ喉から手が欲しい。なんか言い間違えたぷ。7つありました。みんな持ってるな。シュナさん戻り、お帰りなさーい。喉が手を欲しがってるという。ほら、ちょっと言い間違えただけじゃん。もうみんな意地悪だな、もう。シラプー。ルートとか考えないで勝ってる方が楽しいだぷー。赤いやつが出ないだぷー。どういうことだぷー。私が欲しいのはあの赤いやつなのに。違うのが出た。あ、ガクツムリングまた出たよ。また出たよ。腹筋が足上げ欲しがってるだと、うん、欲しがってないから。いいよ、いいよ、入れなくていいからね。ブラスターなんて普段畑でもぞもぞしてるやつには手が届きません。ねえ。そうだよ、ブラスターなんて別に。どうなんだろう。うん、どうなんでしょう。ブラックスター防具。にしたら売れるか。どうだろう。欲しい人いるんかな。まこおじさん、荷物運んでるだけだし、普段そんないいもの使わない。そうだよね。そうだ、私は貿易商人だ。別にそんなのいらん。でもな、亡霊のオーラ出ちゃったからな。来るしかないのか。トゥバラでも持て余すわら。トゥバラは、あれだよね。シーズンの装備だよね。うちのサブ子たちが、出るやつか。なんかでも、卒業と同時に装備なくすんよな。うちのウィッチは覚醒武器なくしちゃったから、なんかね、秒時計の使い方をなんか失敗して、あれどこ行った？武器どこ行った？ってなっちゃって。なんかほったらかして。なんか卒業のさせ方がいまいちよくわかってないだ。ブラスター覚醒化補助作れば。覚醒化補助。あ、ブラックスターの補助武器ってあるの？覚醒武器か。まあこの前安かったからダンデリオン信号買っちゃったけど、買っちゃったんだ、お金持ち。テレビがありますよ、ここに。まこうちさん、ラモン装備が消えちゃって
本当に全裸になり装備のいらないお船貿易しばらくしてました。そうなのよね、あのラモが亡くなった時は本当みんな全裸になったわよね、サブキャラたち。そうなのよ。それで慌ててナルシラン装備とか作ったりしてさ、なんだか大変だったわよね、あの時ね。本当に裸一貫。文字通り。ねえ、本当あの時みんな泣いたわよね。エリーさん早く復活してくんないかな。なんかでもエリーさんに頼りきりの生活をしてると、いなくなった時、大変なことになるわよね。でも、あれよ。海鮮を添えたクロン定食とかさ。この日のクロン定食が、1シルバーで買えた時代が懐かしい。エリーさんいなくなってからせっせと自作しておりますけど。まあ、今はね、クロン定食が売れるからいいけど、エリーさんいる時は作っても売れなかったからね。まあ、商人としては、あれなんですけど、なんか、微妙。ブラックスター覚醒はあった方がいいかも、プン。そうか、あった方がいいか。じゃあ、覚醒武器作ってみるか。今度作り方確認して、覚醒武器作ってみようかな。失って初めて気づく大切さ、ほんとそうよね。エリー、マイラー、おすい。連勝でも A3割ぐらい影響するし、モブダメ大事プに。あ、そうなんだ。なんかやっぱりそうなのね。覚醒武器あんまり関係ないような気がしてたんだけど。やっぱり影響はあるのね。マコジさん配信ネタができた。ブラックスター覚醒武器を作るだぷーですね。愛しのエリーってそういう歌だったんだ。エリーはね、替え歌作ってますよ。打ってよ、もっと、ベイベー。 A ボナ取るべしプニ。そうそう、 A があと1上がったらボーナスつくんだけどさ、この1上げんのがなかなか大変なのよ。1どうやって上げたらいいですかね。なんとか、武器をさ、今ゴッドアイドの2だから、これを3にしたいなーって思ってたんだけど、評価が成功しないだぷ。どう頑張っても成功しないだぷ。クロンがもうなくなってしまったので、またクロンが溜まったらチャレンジしようかなーとは思ってますけどね。BD、ブル、ブ、ウ、ウ、ウ、BD、バ、ん ?BD、なんだ?ブレイダーか。ブレイダーは覚醒だから、メインはクザかシン。2だ。ん?リボレカにすればいいと思うよ。ネックレス?ハイモリいけないだぷ。あなたと違ってハイモリで狩るほど強くないだぷ。なんだ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 、バクツム、ん?監視長。あ、強いの出てる。強いの出てる。1上げるには。1上げるには。スン指4。スン指4。指?え?三日月4です、私。スングラドの4にしないとダメ?日誌とか?
西ね。そういえば、なんだっけ、バレンシアからカルフェまで行くやつ？あれやんないといけなかったんだ。忘れてたよ。めんどくさい。あれやんないとね、ルキリン。ねえ、ルキリン。やんないとね。ねえ、ルキリン。ルキリン、もうすぐ AD1 ずつ上がるから、次のメンテかその次のメンテあたりでは上がりそうな気も。AD1 ずつ上がる。勝手に上がるってこと？そういうことだ。ふんみみ3個。森健太指輪かセラフ3個持つと幸せになれるかも。あ、なんか、木枠のアクセ3つ集めろみたいな、なんか聞いたな。なんかクエストかなんかで、A と D が1ずつ上がるとか言ってたやつ、それ？それ？そいつからも現物出ますぜ。あ、さっきの強いやつ。ルキリン？ん？ん？なんでルキリンに言ってるんだ？ん？あれだよ。日誌でさ、なんだっけ。バレンシアからカルフェまで何分以内に行けっていうやつがあるわけですよ。それ。AD クエ追加来る。なんか来るらしい。スングラド3つとショボアクセ3つずつ渡すと1ずつ上がるらしいです。そんなクエが来るらしいです。角竜さん、それ来ると AD730 超える。すげえな、角竜さん。つえーな。つえーです。あ、重たい。体が重たい。何が重たい？こいつをしまっておきましょうか。すごいプーね。角竜さんは強いんだプー。一旦 CM、はーい。明け、ありがとうございます。化け物おるプー。本当だよ。恐ろしいやー。本当だよ。角竜さんは強いんだプー。720超える。10足りない。すごいね。みんなすごいな。さっき、タカコさんに殺されました。殺してないだぷー。何を言ってるだぷー。誤解されるようなことを言わないでほしいだぷー。みんなタカコという盾を使う。やめて。私、貿易商人だからね。私、貿易商人なんで、全然あれですよ。あれですわよ。なんかでもさ、ちゃんと貿易商人っていう職あってもいいと思うんだ。武器札束とか。なんかさ、大副長とかさ、そういう武器で敵をやっつける。斬る金の亡者とか。もうどうしたらそうなるのかわからん。本当よね。チカさん、私もワンパンされました。誰に？誰に？私じゃないわよ。私じゃないわよ。凶暴なやつ。なんも出さん。つまらん。サイザクさん、トルネコのなんかかな？そう、トルネコの大冒険みたいにさ、戦う商人みたいな、そういう職あってもいいと思うんだ。面白そうですね、もう。ええー、私はやりたいぞ。私はやりたいぞ。札束で殴るの。そう。札束で殴る。なんかスキル、札束ビンタとかあったら面白いじゃん。1日 10G で雇われます そう。トルネコもお金でなんとかする技なかったっけ？なんかあったような気がする。なんかトルネコの大冒険っていうゲームあったよね。なんかさ、ダンジョンどんどん深く潜っていくの。なんか昔やった気がする。
難しいな。トルネコは強いんだぷ。なんかどんどん深いところに冒険していくゲーム、なんか昔あったな。 FF10 の用心棒で召喚獣がお賽銭に応じて大ダメ与えるってあったね。お金かかるんかい。お賽銭あげないとダメなんだ。マコおじさん、馬車も複数連れて招待とかやる。いや、そう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 、それやりたいよね。なんかさ、そういうのあってもいいと思うんだ。それはやりたい。招待システム。なんか、複数台の馬車で貿易すると、なんかボーナスもらえる的なやつ。絶対楽しいと思うんだ。ゆきりん、私なんてエブリデイ無償で雇われてる白目。ありがとうございます。ルキリン、いつも感謝だぶ。うん、くたでは大変お世話になりました。おかげさまで、なんとか鎧がなんとかなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、ルキリンにはもう足向けて寝れないだぷ。マグオジさん、銭投げって技あったよね、FF。なんだっけ、それ。なんかあったよね。お金投げるやつ。マジでお金減ってくの。その技使うたびに。なんかあった気がする。トルネコは意味わからないくらい強い装備を作って、壊れるかして一瞬になくなって絶望するゲーム。そんなんでしたっけ ?FF には銭投げっていう技ある。しかも結構強い。なんだっけ、トランプ投げる人とか、いたよね。あの人が使うんじゃなかったっけ？ヘフィロス？そんなような名前。カイザックさん。カイザックは馬車から出てこないコマンド？なんかそんなんもあったね。姫様、ルキリンちゃんが旦那様なのかと。違うんぷに？うん、違うね。うちの旦那はゲームしない人でございます。セッツァー、そうそうそう、そんな感じの名前だった。ヘフィロスはなんだっけ？違ったね。セッツァー、そうだそうだ。なんか、いたよね。トランプ投げる人。ちょっとかっこいい感じの人。うわー、都合のいい男、ボス。シー、姫様、シー、それ言っちゃダメ。シー。かこさんの旦那様はロバート・デ・ニーロだよ。違うよ。あれだよ。あの人だよ。なんだっけ、出てこない。デ・ニーロよりいい男だよ。飛空艇乗ってくる人。あ、そうそうそう、飛空艇乗ってくる人。ルキリンちゃん、プエン。横文字な名前だったら何でもいい。違う。キアヌ・リーブス。キアヌ・リーブスです。はい。ゲームしない人なんですよ、うちの旦那はね。今も、隣でテレビ見てます。孫おじさん、先週、うちの夫は目の前で釣り中、NPC 漁船に倒れていきました。そうそう。あれ、手さらわれていくんだろうね。たまにあるよね。なので、釣り放置するときは立ち位置注意ですぞ。特に今ね、ベリアとか、みんな釣り放置してる人多いから。ルキリ、キルド抜けます。ありがとうございました。行かないで。冗談だってば。まさきさん、ニコラス・ケイジとか言ってなかったっけ？いや、違います。ニコラス・ケイジではありません。キアヌ・リーブス、そうそうそう、キアヌ・リーブスです。姫様、ルキリンちゃん。ルキリーン。
カイザクさん、乗船拒否しないとダメよ。なんかそんな設定あったような気がする。違ったっけ？あれ？他の人の船に乗るのを防止するみたいなチェックボックスあったよね。違ったっけ？ NPC 漁船は絶対に制作スタッフの悪意が込められている。そうなのか？っていうかもう10時半過ぎてんじゃん。赤いやつ。なぜか出ておりませんということで予想の結果出ないです。1名様独り占めですね。663ポイントお独り占めでございます。おめでとうございます。おっとっと、イレネさんごびつありがとうございます。ケアナリーブスまたうまいことを、まさしさんありますね。悪意あるのかな、やっぱ。カイザクさん、オイラじゃね？そうそうそう、カイザクさんのような気がする。おめでとうございます。マホチャオさん、出なかったか？はい。残念ながら、出ませんでしたね。なんか、欲しくないものは出たけれど、欲しいものは出ません。そんなもんだよな。信じてたのに。ねえ、なんか一個ぐらい出る気がしてたけど、でなんかね、賭けが終わってからポロリするんだよ、大体。大体そうです。おかしいなあ。あれ、えい、あれ、こいつ壊せないの？怒りのガーモス彫像、あれ、こいつ壊せないの？壊せない、あ、壊れた。わーい、棒読み少なかった。ね。独り占めだから、おーっと思ったら、少なかった。かけてる金額が少ない時でした。残念。まあ、それも、賭けの醍醐味でございますよ。ねえ、場合によっては何万ってかけてる人がいる時もあるからね。今日は、もう出ないかな。ルート狩りは飽きるけど、自由に買ってるとやっぱ楽しい。ワンパンだからね、ここは。でも一個も出ないってひどくない？ちょっと。一個も出ないのはちょっとひどくないっすか？ひどくないっすか？えい。もうちょっとなんとかなりませんかね。キャンプのバフがあと4分か。あと4分かったら終わろうかな。チャンネル変えるとか、一回お便り読むとかで流れ変えると出る。なるほど。一回お便り読むのか。でもあと4分で終わりだからな。もうこのまま、突っ走るダブ。最後の3分で出たりするからな。からな。配信者は最後で決めるダブ。とか言って。最後の最後で出すダブ。気合、気合だ。気合だ、熱血は根性だ。だーせー。そうよ、配信者は最後に決めるんだよ。まごちさんかっこいい。あ、悪夢シューズだったまさかの出ない、出ない。最後に出す、最後に決まればそれで OK、 全て OK。さあ出ろ、あと3分だ。さあそろそろ出るよ。最後の3分で出すんだよ。へい。おや、おかしいぞ。ドラゴンの鱗じゃない。違う違う、君じゃない。
今日は幻覚見えない国？現物出る。え、現物出たらすごいよね。一段階なのは赤いのに影響ないの？どうなんだろう？どうなんでしょうね。わからんだぷー。なんかでも、スクロールは一段階がいいってよく言わない？わかんないけど。ジャルトリウス、あ、ガクツムリングじゃない。タカコさんいた。あれ近くにいた？もうおかしいな。そろそろ出る頃なんだけどな。おいらいつも2段階。2段階だとゴミ泥増えるっぽいですけど。ウキリ、2段はゴミ泥の数が 50% 増えるだけ。そうそう。まあ、ゴミも美味しいからね。最近は。ゴミ泥って言っちゃいけないぐらいゴミは美味しいです。ゴミ泥の値段も高いから。なんとなく応援に来ました。ありがとうございます。みんなで楽しくやりましょう。でももう、赤いの落とすやつがいないだぷ。いないだぷ。なんか死体類。死体の山ができてます。えい。死体の山ができてるだけ。えい。うわーん。最後の最後で出したかったけど、出なかっただぷ。監守長、どこだ？監守長、どこだ？どこだ？監視長出たよ。どこだ？どこどこ？あれ？どこどこ？監視長どこ？あれ？監視長出たって今メッセージ出たけど。どこどこ？いる？監視長。あれ？どこ？監視長どこ？あれ？お。お、とちこさん、サンビッツありがとうございます。いらっしゃいませ。来ていただいてありがとうぷー。監視長、ガクツム監視長。お、1ビッツありがとうございます。うん、なんも出さねえ。最後に監視長出たけど、なんも出さねえ。とち1ビッツありがとうございます。俺はそこら辺で現物出た。現物欲しいだぷー。トッチ1ビッツありがとうぷー。マコおじさん、貿易より儲かるもんね。正直ゴミ。うんうん。ほんとそう。滝谷さん、死体類類こんばんは。死死類類。死死類類ね。そうそうそう。もう死体が類類。はい。ということで。さあ、今日はこの辺で終わるだぷー。とちこさん、いっぱいビッツありがとうございます。まさきさん、そっちじゃない。え？はい。とちこさん、こんばんは。ご挨拶ありがとうございます。いつからか監視はクソゴミしか出さん。ねえ、ほんとそうよね。なんかいいもん出してくれればいいのにね。ということで、残念ながら、目的の赤いやつは出ませんでしたけど、廃墟リング1個。あと、ガクツムリング3個。そして、亡霊のオーラ、ゲットだぜ。赤いやつが欲しかった。まあ、いっか。はい。ということで、皆さん、お手伝い、応援来ていただいてありがとうございました。明日はまたなんかやります。はい。ということで、お時間、ご都合合えば、ぜひまた遊びにいらしてください。ルキリン、オツなのだぷー、アリなのだぷー、トチコさん、終わるのダメだよ。終わるよ。ユナさん、虐殺する貿易商人。いやいや、もう、ね、猫はおとなしく貿易してます。姫様、お疲れぷにー、ありがとうございました。まさきさん、お疲れさん、ありがとうございます。ペロ姉さん、お疲れ様、砂漠落ちた、お帰り。早く帰ってきて。
みんな待ってるよ、姉さん。まこうちさん、お疲れ様ありがとうございました。まおちゃおさん、お疲れありがとうございます。イレネさん、紫のじゃなくて赤いのでいいんだ。うん、赤いのでいいです。まさひさん、黒い猫さん、皆さん、またね、おやすみ。はい、ありがとうございます。おなすびやさーい。シャルトリューズさん、おつねこにゃーん、ありねこにゃーん。サギヤさん、おつねこ、ありねこ。イレネさん、おちゅにゃんぷにに、ありにゃんぷに。シュナさん、おつねこ、ありねこ。カイザクさん、おつねこぷー、ありねこぷー。カクリュウさん、今日の名言、ルートなんてクソくらえ。はい、ルートなんてクソくらえです。ということで、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。ちかさん、おつにゃーにゃんにゃん、ありにゃーにゃんにゃん。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。またねー。